はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えぇ、ー、所沢市内でですね、道を聞くふりをしてですね、えー、まあ、ちょっと、ついでにお触りした方がですね、不起訴になったよっていうお話ですね。えー、ちょっとだいぶ前の話ですけど、はえー、3ヶ月ぐらい前に不起訴だそうですけど、はい、まあ、こ,こんな感じですかね。こんな感じでですね、 ちょっとすみません、えぇ、ー、道を尋ねたいんですがって言ってですね。これ、同じ、全部同じ人なのかなで、やめるか。で、こう、近づいてってですね、えぇ、ーえー、体の部位のですね、どこかをお触りしたっていうことで、えぇ、ー、逮捕された方がですね、不器相だそうで、 ええと、ちょっと待って。<laughs> これニュ,ニュースかと思ったら違うんだな。あ、これ一応そうなんだ。ナンパ断られ、女性にわいせつ。女性の方に手を回し飲みに行こうと胸をつかむ。<laughs> すごいね。 あの、か、肩に手を回したのかなと思ったらですね、ええー、父を積まれたそうで、えこ,れこれはこ、この事件じゃないんですよ。この事件じゃないんですけど、は <laughs> い恐怖の帰り道。じゃあ、夕方でぐらいですかね。ど、道を尋ねる人がですね、ええー、触ってきて、 触ってきたんですけど、まあ、不基礎でいいよってことで。えー、そうですね。9月。さっきも、あの、警部さんも9月でしたね。これも9月ってことで。えー、コンビニのですね、駐車場とかなのかなえー、20代の女性会社員ですね。近づき体を触るなどのわいせつ行為をした後ですね。 え、その後、1キロ離れたあ、違う、コンビニから1キロ離れたか。どうしないの月決め駐車場。月決めって、こういう月決めっていう使い方もあるのか。私が知ってる月決めっていう字はですね、ちょっと違うんですけど。月決め駐車場で触るか 月決め駐車場で触るってことは、そこの駐車場の車とか全然、あの、契約してるとか、車が置いてあるとか全然関係ないんだけど、わざわざ触るために駐車場入ったことってことなんですけど、えー、月決め駐車場でですね、え道、ー、路で帰宅中だった女性に、道を尋ねるふりして、1キロも離れてるんですよ。でも、うん あれですよ。目的地を探すためにも、歩いて歩いて、これだけ歩いても見つからないのかっていうところでですね、駐車場にいた女性にですね、いずれも、いずれも20代。はい。20代がですね、ストライクなんでしょうね。体を触る暴行を加えたとして、強制わいせつと暴行の疑いで、 逮捕されてた。で、ここで記事は終わりなんですけど、まあえー、記事の大部分はですね、触ったけど不そうだよってことで、まあ触るぐらいだったらまあいいよ、許してやれよ、みたいな感じですかね。はい。で、えー、9月の事件がですね、えー、10月の、9月の終わりか 20日後のですね、10月の19日に逮捕、逮捕の運びになりまして、で、それがですね、12月の12、13じゃなくてですね、この1日前、12、12にですね、まあ、不基礎でいいよ、家帰っていいよ、みたいな感じになったそうで。まあ、そうですね、その辺でまあ、体触るぐらいだったらまあ、 まあまあ、いいでしょう、みたいな感じですかね。はい。で、えー、大体、この人が言うにはですね、不基礎の種類はいろいろあるんだけど、だいたいこの辺になるそうで、えー、罪とならず、えー、まあ、そうですね、えー、えー、胸か、ケツかですね、どっちにしとこうかなと思ったけど、ケツでいきますか。ケ、ケツはですね、 ケツは触ってないんだよっていうのですね。あと、えー、あちゃ、これはですね、ケツを触ったけど、ケツを触ったぐらいじゃ罪には問えないよっていうやつですね。でこれがですね、えー、ケツを触ったっていう証拠が、あちゃ、これはケツを触ってないですね。 これはケツを触ってない。で、これがですね、えー、ケツを触ったっていう証拠が十分じゃないっていうことですかね。で、これがですね、新国内の告訴取り下げあだから、あれなのかな。女性に、まあ、ちょっと、えー、一人、えー、10万円ずつ払うから、20万円にしよっか。 30万円にしよっか。30万円ずつ払うから、あの告訴取り下げてっていうことで、告訴を取り下げて、で、不起訴。うーん、そういうのもあるんだ。で、起訴猶予。ええー。まあ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 、ちょっと、まあ、ケツ触ったぐらいでちょっと、 え、起訴しようかなと思うんだけど、まあ、今回ちょっと面倒くさいから、また今度でいいや、みたいな。あの、起訴するかもしんないけど、ちょっと今回は、あの、リリースしますねって感じですかね。はい、えー、まあこ、これ以上ちょっと文字が多いんで読みませんけど。理由もわからぬまま、検察は、えー、わいせつ犯と思われる人物を再び野に放った。 そんなね、ケツを触ったぐらいで、そんな、なんか、ね、人食い狼でも、怪獣でもある前にそんな、ケツ触っただけでそんなにゆう、う最初の目をちゃんと積んでおかないと、という話を聞くか。だからね、ケツを触ってないかもしれないんだよね。触られたと思ったけど、 えー、気のせいだった。あ、あれなのかな血はワテクシャ触ってませんよって、えー、言い続けたらですね、女性の方も、触られてないかもしんないな、みたいな感じになったんですかね。あれ、ケ、ケイツを触られたと思ったけど、ケイは触られてなかった、言われてみれば触られてなかったかもしんないな、みたいな。被害者。<laughs> 被害者は今後の裁判なので、繰り返し恐怖体験を思い出さなければならない多分被害者はですね、裁判来ないと思いますよ。え、不起訴の自由の開示は必要ないかもしれないがいやー、まあ、ちょっと、 ちょっとですね。け、嫌疑なしや嫌疑不十分などの場合も説明がないはい、まあ、えー、まあ、検察の方はですね、まあ、まあ、今回、ケツだと思って、ケツで話しますけど、ケツを触られたぐらいではですね、まあ、ケツを触られてないかもしれないし、 あの、触ったのが、カバンが当たっただけかもしれないし、とか考えるとですね、まあ、検察の方はですね、あの、不起訴にするのがですね、妥当だという判断だと思いますね。えー、あれ、男性の情報載ってたっけ年齢だけか。日本人かもしれないし、外国人かもしれないし、こう名前はちょっと出すほどの事件じゃないと思うんですけど、 これは先ほどの、えー、電車のですね、電車の時間ですけど、えま、ー、あ、ま,まこ,こんな感じかもしれないですけど、はい、検察官はですね、今回は不起訴が、えー、妥当な判断だというですね、判断をしたということで、まえー、検察の方もですね、いろいろ考えてやってると思うんで、まあ尊重しましょうということで、はい、今回は以上です。